競技は女子 100m ハードルの決勝となります。この種目のプロパイ高校記録が13秒6０、そして大会記録が13秒90となっております。それでは女子 100m ハードル決勝、その出場選手を紹介いたします。第2レーンが高橋紗理奈さん、浜松市立静岡。第3レーン、古澤彩香さん、中京大中京、愛知。第4レーン、杉山玲奈さん、浜田高校、静岡。第5レーン、萩原加奈子さん、豊橋南、愛知。第6レーン、藤森奈々さん、浜松市立、静岡。第7レーン、飯尾玲奈さん、浜松商業、静岡。第8レーン、磯西美穂さん、富士見高校、静岡。第9レーン、藤原鈴香さん、岡崎城西、愛知。以上8名によりまして、女子 100m ハードル決勝が行われます。14秒7レイ。この時向かい風 0.1 メートルでした。